生きるという作品に出演させていただいております。森勇気役を演じさせていただいております、上川静香と申します。よろしくお願いします。正しく生きるに出演させていただきます、佐伯麻生役の浜島雅でございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本邦初公開でやらせていただきます。見たよって方います。本邦初公開出せない。見たら困るんで、見てたら困るんで、うん、皆さんご注目ください。はい、お願いします。お願いします。お忙しい中ありがとうございます。岸辺一徳です。今60人ぐらいが舞台に出てるって聞いたんですけれども、これぐらいのお客さんがいてよかったなと。挨拶する方が多いっていうちょっと恥ずかしいなと思いまして、よかったなと思います。こうやって学生さんたちで映画を一本仕上げていくっていう中に参加させていただきました。いろいろと経験して面白いこともありましたけれども、まあ、一般的な映画で言いますと、泣いた、笑った、感動した、面白かったという、見終わった後の感想があったりするものがいい映画だというふうになっているかもわからないんですけれども、やっぱりこの造形大学の映像学科のみんなで、この全員で作り上げた映画っていうのはやっぱり普通の映画ではなくて前向きな映画で、新鮮で革新的な映画だと僕は思っています。ですから、まあ、普通の映画の感想以上にこの若い人たちがこれから映像という世界で世界に伸びていく、出ていく人たちが現れるかもわからないという、そういう期待を込めて見ていただきたいなと思います。今日はよろしくお願いします。村上桜役を演じさせていただきました水本加奈子です。そうですね、今日私も初めてこの映画を出来上がりを見るんですが、すごくこの日をずっと楽しみにしていて、自分が出ていたとかそういう自分の芝居がどうだったというかいうのには関わらず、この作品を今日皆さんと一緒に見ることを、楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。内田圭役を演じさせてもらいました宮里喜一郎です。自分も今回初めて見るんですけど、本日は皆さんと一緒に、自分もなんですけど楽しいで映画鑑賞できたらいいと思っています。今日はありがとうございました。加賀美津役を演じました青山優です。私も今日出来上がりは初めて見るんですけれども、当時本当に撮影は大変だったので、どうなっているかすごく楽しみです。皆さん楽しんでいていただけたらありがたいです。よろしくお願いします。アベニュー役をさせていただきました杉本瑞希です。私はキャストとしてこの作品に出させていただいているのですが、その企画の段階の1年ほど前からスタッフとしても、一緒にこの作品に参加させてもらっていて、今日そのずっと頑張ってきた仲間と一緒にこの完成披露試写のこの舞台に立てることができてとても嬉しいです。今日は楽しんで帰ってください。ありがとうございます。監督の福岡です。今日どうもありがとうございます。最初の挨拶にもありましたけれども、映画学科の中で本当に時間をかけて企画から、準備、撮影、仕上げ、それで配給宣伝まで、ここにいる学生たちよりももっと多くの学生たちと一緒に考えながら、作り上げてきました。で、ようやくここで皆様にお届けできることになりました。まあ、ただ私一応監督ですので、責任があります。だからもし面白くなかったら全部私の責任でございます。ただ何か少しでも皆さんのお心に何かが届く一瞬でもございましたら、それはきっと彼らの、学生たちが一生懸命に本当に一生懸命に頑張った
結果成果だと思います。今日はゆっくり楽しんで